NHK 大河ドラマ光る君へ第14話愛と裏切り、ドラマ展開先読み解説。この記事はドラマの行方を一部予測してお届けいたします。2024年4月7日放送予定。真宙はふと顔を上げた。そこには道長の姿があった。驚きと悲しみが入り混じり、真宙はまさかの鉢合わせに。言葉を失い、ただ見つめるしかなかった。道長もまた真宙の姿に目を奪われた。一瞬足を止めた道長は、ふんどとひやいとが思いを揺さぶった。そして言葉を探し、ただ見返すしかなかった。真宙の瞳に映る自分の姿は、どれほど罪深いのだろう。そして、どれほどの罰を受けるべきなのだろうか。二人は、時が止まったかのように見つめ合った。しかし、言葉は出なかった。言葉は、もはや通じなかったのだ。道長は目をそらし、深く息を吐きながら真宙に背を向けて奥へと歩き始める。奥の間から智子と亜希子の声が響いた。亜希子は道長の足元にすがりついて涙を流していた。智子は道長に微笑みかけて優しく声をかけた。お帰りなさいませ道長様。今日もご苦労様でした。お湯をお持ちしますね。道長は亜希子を抱き上げると温かな声で慰めた。大丈夫だよ亜希子、泣かないで、ここにいるから。道長の声が耳に入ると真宙は胸が張り裂けそうになった。そして涙をこらえて急いでその場を離れるのです。道長は真宙の後ろ姿を見て心が揺れます。しかし智子に気づかれないように無表情で奥へと入るのです。真宙は自分の家に戻ると糸が心配そうに出迎えます。真宙様、お帰りなさいませ。どうでしたか、智子様のところで女房として働けることになりましたか。道長との関係を知られたくなかった真宙は嘘をつくのです。いいえ、ダメでした。女房はたくさんいるので必要ないと言われました。え、それは大変なことですね。真宙様、お気の毒です。いえ、私は大丈夫です。糸は真宙の顔色が悪いのに気づき言います。真宙様、本当に大丈夫ですか。お疲れではありませんか。少し休みます。ありがとうございます。糸、永祖2年990、5月、東三条殿の庭には紫陽花の花が咲き誇っていた。雨の季節にも色とりどりの花が庭を彩っていた。藤原の金家は道隆をはじめ三人の息子たちを呼び寄せた。金家は病に伏せてもはや立ち上がることもできなかった。そして息子たちに向かって静かに語りかけます。お前たちよく来てくれた。わしはもう長くはない。今までお前たちには辛い思いをさせた。そしてわしは望み通り関白になった。しかしこれは虚しいものだ。明日関白を辞し出家する。道高よ、お前にはわしの後を継いでもらいたい。お前は一族の中で最も才能に恵まれ忠節に厚い。わしはお前のことを誇りに思っている。道隆は
父の言葉に驚きと感謝の念を抱いた。彼は深く頭を下げて答えます。父上、このような栄誉を賜りありがとうございます。私は父上のお心を重んじて一族の盛衰に努めます。その時、怒りと不満に顔をゆがめて道金が割って入った。彼は父に向かって高らかに声を張り上げるのです。何を仰せるのですか、父上。父上の今日の地位は私の功績によって支えられているのです。なぜ兄上に譲られるというのですか。黙れ、お前のような血に飢えた者に一族の棟梁になる資格などない。お前の務めはこれからも卑劣な仕事を引き受けて道高の腰を固めることだ。道金は父の言葉に激怒し、悔しさに顔をゆがめた。彼は父に向かって激しい口調で反論します。それが嫌だと申しておるのです。私は父上のために何度も血を流してきた。私こそが一族の棟梁にふさわしいのです。バカなことを言うな。それが嫌ならお前は家を出てどこへでも行ってしまえ。わしはお前の姿など見たくもない。そんな二人のやりとりを見て道長が仲裁に入った。道長は兄に対して穏やかな口調で諭した。兄上、お怒りにならずにお静かになってください。父上もお気を落とさずにおいでくださいませんか。しかし道金は憎悪と絶望に満ちた表情で叫んだ。この老いぼれめ、早く死ね。わしはもう代理には足を運ばない。道金は鉄砲してその場を去っていった。藤原の金家は冷静に言います。あいつのことは気にするな。このことは一族の内紛の火種となったのだった。道金はこれを境に代理での役目も放り投げた。そのことは後に大きな災いを招くことになるのです。夏の夜、牛の刻だった。源明子は一人自らの居室にこもっていた。明子は金家からもらった扇を台に置き、その上に白い布をかけた。そして自分の髪の毛を切り落とし扇の上に散らした。さらに自分の血を扇に塗り扇の持ち手を折るのです。明子はこの扇を使って金家とその一族に呪詛をかけるつもりだったのだ。明子は静かに手を合わせます。あなたたちは私の父を奪って私たちを苦しめました。この扇のように折れて滅びますように。そう言って明子は扇を火に投げ込んだ。炎が燃え上がると明子は涙を流した。呪詛を続けるうち明子は激しい腹痛に襲われた。お腹には道長の子を身ごもっていた。腹の中の子が明子の行為に反発しているのだろうか。明子は苦しみながらも金家の恨みを忘れなかった。その頃、東三条殿では金家が静かに眠っていた。月明かりが差し込み金家の寝床を照らしていた。金家は突然激しい痛みに襲われて飛び起きた。金家は胸が苦しく息ができなかった。そして何が起こったのか分からずに庭へと這いずり出ます。その時だった。金家の手には無数の長い黒髪が絡みついていたのだ。金家はその髪の毛を振り払おうとしたが、さらに絡みついてきます。
金家は恐怖と絶望に満ちた顔で空を見上げた。そして最後の力を振り絞って叫ぼうとする。その声はどこにも届かなかった。金家はその場に倒れて息絶えた。激しい雨が降り始めた。それは明子の涙なのか呪いの雨なのか。翌朝、道長は金家の屋敷の庭で金家の遺体を見つけた。金家は裸足で庭に降りており、雨で体がびっしょりと濡れていた。父上、父上、どうしてこんなことに。道長は父の亡骸に駆け寄り、涙ながらに抱きしめるのでした。それから数日が経った。明子は自らの呪いによって道長の子を失っていた。明子が身ごもった子は金家の扇によって金家と共にこの世を去ったのだった。金家の墓中に道長は流産して伏せている明子を見舞います。明子、具合はどうだ。顔色が良くないな。道長様、お忙しいところ私にお目にかかってくださって。気にするな、お前は私の妻だ。私はお前を心配しているのだ。ありがとうございます。道長は明子の手を握り優しく慰める。生まれ出ぬ宿命の子もおる。お前のせいではない。神のおぼしめしだ。道長様。道長の優しさに触れて明子は涙ぐむ。もともと明子は金家に近づき復讐するために道長の妻となった。しかしこの時明子の中に道長への愛情が芽生え始めていた。私は。なんだ明子、言ってみろ。私は大変なことをしてしまいました。ごめんなさい。明子、心配しなくてもよい。道長は明子を抱きしめます。夏の夜、道金の屋敷の中からは女たちの笑い声や笛の音が聞こえていた。道金の正妻、茂子がたまらず言います。道金様、お願いです。父上の墓中にもかかわらず、なぜこんなに主演をなさるのですか。うるさい。父上の死は悲しいことだが、それで俺が暗い顔をしていたらどうなると思う。俺は人々に元気な姿を見せなければならない。それに俺はまだ若いんだ。楽しみたいだけだ。どこが悪い。楽しみたいだけなら私にも優しくしてください。私はあなたの妻です。お前はもういらない。俺を束縛するだけだ。俺は自由に生きたい。そんな道金に妻茂子は愛想を尽かし、娘孝子と屋敷を去るのです。茂子は涙を流しながら娘の孝子を連れて馬車に乗り込み、孝子、ごめんなさい。お母さんはもうお父さんの妻ではないの。お父さんはお母さんを捨てたのよ。お母さんはもうこの屋敷にはいられないの。馬車が屋敷を離れる。道金は屋敷の中で女たちと酒を飲み続ける。夏の花が寂しく散っていた。亡き金家に代わって道高が関白の座についていた。自らの権勢を不動のものとするべく、わずか17歳の若さでクロードの頭に抜擢した息子コレチカを朝廷の中枢に送り込んだのだった。コレチカは再起関白、文武両道の逸材として貴族たちの
羨望と敵外心を買っていた。そのコレチカの才能を誇らしく思う母高子は、コレチカの妻選びを兼ねて和歌の会を催すことにした。その会には真宙と桔梗も招かれることになった。数日後、夏の日差しが差し込む広間では和歌の会の参加者たちが集まっています。真宙と桔梗は講師として和歌の魅力を語り、参加者たちを魅了していた。最後に桔梗が読んだ和歌が読み上げられると、その和歌の美しさと深さに参加者たちは感動し、自らの心を見つめ直します。コレチカは桔梗の姿と才能に惚れ込み、目が離せなくなっていた。真宙と桔梗は和歌の会の役割を見事に果たします。高階貴子はコレチカの妻にふさわしい人物を探しています。ある夏の日、桔梗は真宙の屋敷を訪れた。真宙は庭で畑仕事をしていた。桔梗は真宙に声をかけると、真宙は驚いて振り返った。桔梗さん、ようこそ。こんな格好でどうぞお上がりください。ありがとう真宙、和歌の会はお疲れ様でした。あなたの和歌は素晴らしかったですよ。ありがとうございます。桔梗さんの和歌も素晴らしかったです。コレチカ様も感動されていましたね。桔梗はコレチカの名前を聞いて目を細めた。そして和歌の会に集まっていた姫たちのことを話し始めます。真宙、あの姫たち私は好きではないです。え、どうしてですか。あの姫たちはただ夫や子供のために生きるだけ、それが女の幸せだと思っている。私には理解できません。真宙は桔梗の言葉に驚いた。桔梗は自分の夢を語り始めます。私は宮中に女房として出仕したいのです。そこで天皇や皇后のお世話をし、和歌や歌舞音曲を楽しみ、朝廷の華やかな世界に身を置きたい。そのために私は夫を捨てました。息子も夫に委ねました。私は自分のために生きるのです。それが人の役にも立つような道を見つけたいのです。真宙は桔梗の情熱に感心した。桔梗は真宙の目を見つめて言います。真宙さんも私と一緒に宮中に出仕しませんか。あなたは和歌の名手です。きっと宮中で活躍できますよ。真宙は桔梗の誘いに戸惑った。そして自分の心の中を探った。私は桔梗のように情熱的に生きることができるだろうか。私にはそこまでの気力はない。この屋敷で夫や子供と穏やかに暮らすことが幸せだと思っている。でもそれだけでいいのだろうか。真宙は桔梗の誘いに答えられなかった。桔梗は真宙の返事を待っていた。ある朝、真宙は種の姿がないことに気づいた。種は毎日真宙の屋敷にやってきて文字の読み書きを教わっていたのです。真宙は心配になって種の家に向かった。すると種は両親と共に泥だらけになって畑仕事をしていた。種の父は真宙に気づいて怒って言います。おい、何しに来たんだ。ここはお前のようなお偉方の場所じゃねえぞ。すみません、種さんに会いに来ました。種さん、今日はどうして来なかったんですか。
来なかったんじゃねえ、行かせなかったんだ。この娘は一生畑を耕して死ぬ娘だ。文字などいらねえ。お前はこの娘に文字を教えて何を企んでるんだ。企んでるなんてそんなことはありません。種さんは文字を学びたいと言っていました。私は種さんの願いを叶えたかっただけです。ふざけるな、お前はこの娘をおもちゃにしようとしてるんだろう。俺らはお前らオエラ型の慰み者じゃねえ。この娘はお前のものにはならねえ。二度とこの娘に近づくな。種は真宙に助けを求めるように目を向けていた。真宙は種の父の言葉に傷つくのです。その頃、土帝殿では道長は一人部屋で座っていた。その顔には焦りがあった。真宙よ、あの日そなたの前で誓ったのはあなたの願う世を作るということだった。だが四年が過ぎた今、天皇はまだ幼く、公卿たちは私に従わぬ。私はまだまだ藤原氏の中でも弱い立場にある。私は何を成し遂げたというのだろうか。道長は焦りを感じていたのです。夕暮れ、関白藤原道隆の邸宅では、父上、お呼びでございますか。おう、これちか、お前はいつも元気でよろしい。私はこの世に生まれてきて本当に幸せだと思っております。父上のおかげで公卿にまでなりましたし、何よりも父上のおそばに仕えることができます。これ以上の喜びはありません。お前は何というか私の心の支えだな。お前は私の嫡男として立派に成長した。私はお前に誇りを感じる。父上、お褒めに預かり嬉しい限りです。だがお前も気をつけるがよい。この世は甘くはない。私たちの敵は多い。特に弟道兼は我々に牙を向いている。あの者は私たちのことを見下しているのだ。気をつけろ。なんという無礼者どもでしょう。父上は関白であり藤原家長者であります。あの者たちは父上に敬意を払わなければなりません。その通りだ。だが敬意を払わせるには力が必要だ。私たちはもっと力をつけなければならない。そのためには天皇の寵愛を得ることが必要だ。天皇の寵愛があれば公卿たちも私に従う。さすが父上、そのお考えはもっともでございます。されば父上はいかにして天皇の寵愛を得ようとされるのでしょうか。道隆はにやりとします。それはな、お前の姉である貞子を天皇の中宮にするということだ。貞子姉上を中宮に。そうだ、貞子は美しくて賢くて品がある。天皇は貞子を気に入るはずだ。貞子が中宮になれば私たちの立場も安泰だ。今の中宮円遊院の妻藤原信子様は皇后となってもらう。私はすでに天皇にお願いしておいた。まもなく貞子の中宮立候の許しが下るだろう。父上、お見事でございます。貞子姉上が中宮になれば私たちの一族は藤原氏の中でも最も尊い存在となります。道兼の一族など目じゃないでしょう。
そうだ、お前は私の思いをよく理解してくれる。私はお前に期待しているぞ。お前は私の後を継ぐものだ。私の夢をお前に託すぞ。父上、お言葉に甘えて精一杯務めさせていただきます。父上の夢を必ず叶えさせていただきます。そう言ってくれると私も安心だ。さあ、今日はお前と飲もう。私はお前と飲む酒が一番うまいと思っているのだ。父上、ありがとうございます。私も父上と飲む酒が一番うまいと思っております。数日後、道高の策略通り操られた一条天皇は貞子を中宮とする許しを宣言します。しかし前例のないこの提案に公卿たちは皆反発するのです。